江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちらサムスンの話題なんですけれども、日本を信じてたのにちょっと待ってKCOXサムスンのシェア暴落でグギギという話題でございます。それではね、見てみましょう。くーちゃんお願いしますやはり勝手に信じてんだよ。サムスンが iPhone は愚かシャープにも負けるなんて。経日両国関係が改善される中、サムスン電子のスマートフォンギャラクシーは日本市場に力を入れてきた。しかしそれでも苦戦を強いられているようだ。逆恨みか。サムスンスマートフォンに対する冷遇は依然として続いているという。サムスン電子の野心作ギャラクシー S24 シリーズを前面に押し出しても、 iPhone だけでなく世界的に存在感のない日本の現地企業シャープの壁も超えられない状況である。それでもサムスンの初の AI スマートフォンギャラクシー S24 シリーズは他の製品と比較して日本で検討している方だ。しかしシェアは急落した。市場調査会社 IDC によれば、昨年サムスン電子スマートフォンの日本市場シェアは 6.3% で、前年 9.1% に比べ大幅に減少した。順位も従来の3位から4位に下がった。一方、Apple の iPhone は 49% から 51.9% に上昇し、過半数以上を占めている。日本の現地企業シャープも市場シェア 10.9% でサムスンを上回った。サムスンは経日関係が改善された昨年から日本に力を入れてきた。マーケティング及び投資も拡大した。日本最大の繁華街である東京渋谷にサムスンの折りたたみスマートフォン Galaxy Z Fold 5、Galaxy Z Flip 5の大規模な屋外広告を展開した。それにもかかわらず、日本製品に対する日本消費者の非好感度の壁を越えられていないのだ。日本では10-20代の iPhone の人気は非常に高い。特に10代の女性の 84.9%、 20代の女性の 81.9% が iPhone を使用している。そうなんだ。30代の女性も 58.5% に達し、世代を問わず日本の女性の間で iPhone の使用率が著しく増加している。一方、サムスン電子はサムスンニュースルームジャパン広報部署を開設し、日本市場への攻勢をさらに強化する。先月サムスンニュースルームジャパンをオープンした。2008年10月に日本現地法人を設立してから16年ぶりのことだ。グローバル基準では47番目のニュースルームとなる。ああ、で何すんのはい、というね、あ、これは渋谷だったのか。おー、渋谷でどんなことやってたの。ああ、至る所の看板をあれか、ジャックしたんだ。じゃあですね、こちらに対して、警告の反応いってみましょう。はあ、じゃあ1人目。日本人の考え、どんなに品質が良くても朝鮮のものは買わない。303-22。私たちがシャオミを使わないのと同時ことだ。何が衝撃だって。255-56。この放棄者はいつも一貫してサムスンを叩くアップルファンだ。日本がサムスンを買わないのは10年前から有名だったのに、衝撃だなんて言ってどうにかしてサムスンを叩こうとしてる。わら。157-10。渓谷の片思いが涙ぐましい。徳島も奪われ、観光客も奪われ、放射能水を流してもいいって言うんだから渓谷はお人よしだ。150-53。諦めろ。私たちが C 国を見るようにしている奴らに何を期待するんだ。42-10。大丈夫。渓谷では日本の携帯電話のシェアは 0% だ。23。日本ん 0% とか言わ、買わなくていい別に。日本を信じたのにって、こんなタイトルは何なんだ。日本を信じたら裏切られたかのように書いてるじゃないか、記者よ。どうせ経日感情を刺激して釣りタイトルにしているようだが、これはただ冷静な市場経済だ。14-1。日本人は渓谷企業の製品を使わない。日本も愛国主義的な消費が強いし、欧米人が作ったものは好きだけど、渓谷製品についてはノーコリアが一般的だ。10-0。
答えは簡単だ。世界の10、20代はほとんど iPhone を使っているし、日本の規制世代が K 国を技術力のある国として見るか、私たちが C 国を見るように貧しい国が少し成長した程度にしか思っていない。サムスンが売れるか。11。面白いのは日本は K 国を嫌っているが、私たちは日本が好きだということだ。12.4。記者一人が空想を追いかけてるだけじゃないか。ただ日本を叩いて反日感情を煽るような記事を書いている。日本はもともと国産マニアが多い。 K 国が国産製品を好むのと同じ理屈だ。 K 国では愛国心が高まるが、日本ではどうしてダメなんだ。携帯電話を作る国は限られているが、 C 国は C 国製携帯、日本は日本製携帯を多く使っているのは当然じゃないか。日本の携帯が使い物にならないほど遅れているわけでもなく、日本の事情に合ったものをうまく作っている。サムスンが日本を代償にもっと頑張ってシェアを増やせばいい。11.3。日本はギャラクシーが K 国製だからというより、 iPhone 以外のスマートフォン、つまり Android フォンはただの携帯電話として考えられている。 K 国とは違い、中高年層もスマートフォンを使う人はほとんど iPhone を使う。自動車も現代やキアのような車も軽自動車の天国である日本に合わない排気量とデザインのため、冷蔵庫や洗濯機のような家電製品も一般的な日本の家庭に合わない大きさで、価格も日本ブランドより高いためメリットがなく購入しないのだ。Android 系の携帯の墓場である日本でギャラクシーだろうと C 国製携帯だろうと Google 製携帯だろうと売れないのは、イヤケイのせいにする記事だ。14.7。いや、私は Android だけどね。日本人が何をしても田舎臭い。映画、ドラマ、電子製品、LINE、文化自体が田舎臭い。先般の子孫たちがより裕福な不思議な国、サムスンは日本にお金を使うな。6.1。K 国製品を無視する日本だが、最近 K 国では日本のビールに夢中になり、みんな日本に旅行に行く現象が見られる。この傾向は心配だ。4.0。正直に言って、日本がサムスン製品を使いたくない気持ちは理解できる。 K 国も C 国製品に対する嫌悪感があるように、品質が優れていてもプライドのために買わないこともあるだろう。私たちも近いうちに同じようなことになるだろう。アリババやテムが安いからといって何の反感もなく使う若い世代を見ていると、私たちの市場も近いうちに C 国に占領されるだろう。日本はプライドでもって自国のシャープ製品を使い、 C 国はサムスンより品質が劣るファーウェイを愛国消費している。私たちは優れたサムスンがあるのに自国企業を叩き、オーナーを刑務所に送り、労働組合まである、その界隈があるからもう終わっていると言える。8.6。反日基地だ。ただ日本ではスマートフォンが iPhone に慣れ親しんでいる人が多く、価格競争力も今の K 国の携帯電話にはない。ただ日本の携帯を使うか、 C 国の携帯を安く使うかの流れだ、うん、K 国のようにフラッグシップフォンを誰でも使う国は他にない。だからギャラクシーの高級携帯は日本では売れず、低価格携帯はコストパフォーマンスがなく売れるはずがない。5.3。ギャラクシーが売れない理由が K 国製だから。 iPhone もギャラクシーも価格差がほとんどない。それなら正直に他の国の人の立場からすれば iPhone を使うだろう。ギャラクシーを使うか。後進国でもないのに iPhone の新型を十分に買える国はみんな iPhone を買う。4.2。はい、ということでね、なんか iPhone 信者が多いなはい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。はい、じゃあ上の方からいきますかね。上の方。信じる相手が違うわ。C 国を信じとけよ。騙される方が悪いんだろ。いや、日本はサムスンを信用してないよ。わら。信じてもらう筋合いがないんですが。在庫が頑張らなかったからです。日本のせいじゃないよ。わら。ああ、そういえば、社名を隠すことに力入れてたね。丸いの取ると勝手に月にするような AI はいらないんだよ。確かに余計な機能はいらないな。だってそれフェイクだろ。いわゆる、そりゃもっとしないとサービスが足りないだよ。わら。別に冷遇しているわけではないよ。53スマホのくせに高額だから敬遠されてんのよ。サムスングってスマホとか詳しくないお年寄りにショップの店員が売りつけてるイメージしかない。お金いっぱい使ってもダメなもんはダメです。わら。これまでの行いに起因していることに気づかない限り無理でしょう。こんなに宣伝してるのに、なんでイルボンは買ってくれないにか。もう撤退するにだよ。エントリーモデルの方が1円になってて、おじいちゃんおばあちゃんが店員に勧められてわからんまま買うやつやぞA シリーズだっけ、サムスンのね。勝手に日本に来て勝手に失敗しただけじゃん。その理由をしっかり考えなさいな。わらわら。負け試合が確定しているのにそこにお金をかける意味が全くわからない。
修繕方法がアップルと一緒なんだよな。お金がかかりすぎるのよ。なら日本企業でいいかってなるのよ。おお、修理代。日本は渋谷以外の方が広いから届いてないんだろうな。サムスンとか品質が終わってるってはよ気づいてよ、わらわら。それなりの性能で値段はアップル並みのスマホ欲しがる。冷却性能もシャオミの圧勝なんだよな。サムスンのものを買うのはマイクロ SD カードだけ。そもそも計算値でもサムスン製売れないでしょ。そういうことだよ、わらわら。無料で配るしな。若者が目当てで行ったが少なかったって。 X で見たぞ、 W だから商品レビューなくて携帯売れないわな、わら。勝手に信用してたのに裏切られたって U のストーカーがよく使う言葉だよね、わら。全然わかってないね。韓国製品が世界で問題を起こしてるから、日本人だけじゃなくて世界中の人がどんどん手を離れていってるんだよ。そうか、安い構造でも安定動作のシャープと先進的だけど、マニア向けのソニーって方向性で売れてるのに対して迷走中のサムスンってことじゃね。ビールって言えばパッカンビールの亜種のレモンサワーちょっと気になってる。ガラクターは時間が経つと裏側が膨らんで使えなくなるからな。厳密に言うとシャープは日本資本ではないけどね。品質が優れていれば買うよ。買うに値する品質身につけてからわめきなさいよ、わら。iPhone は高い割にずば抜けて良いとは思えないけど、メーカーで揃えてるならいいのかも。あ、iPhone？ iPhone ね。いや、私はなんか iPhone スタートだったら iPhone でも良かったかなと思いますよ。なんか安心感あるじゃん、やっぱり。使い方もそこまでこう、なんつうの、モデルチェンジであんまり、あ、でもあれか、Android も変わんねえか。初っ端が iPhone だったら iPhone のまま行っただろうな、みたいな気はするけどね。初っ端がアンドロイドだったからね、私はずっとアンドロイドで、わざわざなんか途中から iPhone に切り替えるの抵抗感あって、やらないけど。ラクラクギャラクシーならジジババが騙されて買うかもな。今でもさ、ラクラクフォンはあれじゃない、まあ他のスマートフォンもみんなあれでしょ、切り替えできるでしょ。昔ギャラクシーを勧められた時、メーカー名がはっきりしないからいらないと言ったことがある。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。